愛花さんの撮影会を今から始めたいと思います。今日は撮影者のご依頼がいくつかありまして、全部できるかは分かりませんけども、いくつか読んでみますね。陰影を強く、こんな風に撮れるんだ、どうやって撮ったものか分からないもの、モデルさんが喜ぶような雰囲気のあるもの、何時に撮ったのか不明なもの、安ニュイな感じ、または静かな感じがするもの、ミステリアな感じ、ドラマチックな感じというような写真を、撮れる方法を、レッスンしてみたいとのことです。で、今ここ全部できるかどうかはわからないんですが、モデルさんが喜ぶような雰囲気のあるものというご依頼もありましたので、今日のモデルさん、愛花さんが、どんなことが、嬉しいのか、喜ぶのかということをちょっと教えていただいて、それに沿った撮影をしてみたいと思いますので、愛花さんちょっと教えてください。喜ぶ、やっぱ女性モデルとしてはやっぱ綺麗に美しく撮ってほしいっていうのが一番あるんじゃないですかね。他の今日やってみたいことの中のそのアンニュイな雰囲気っていうのは、すごい空気感が、撮影してる空気感とかも大事かなって思うんですけど、あとモデルの自分が好きな顔の角度とか、その映り方があると思うんですね。なんでそういうのを捉えた上で撮影してもらった写真っていうのは、自分の中でもモデルが納得いきやすい、いや嬉しい写真になるのかなとちょっと思いました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあそんなことを、頭に置きながら、撮影会を行いたいと思います。じゃあここから音声を切らせていただきますので、よろしくお願いいたします。
今日はこれで、終わりますので、愛香さん一言お願いします。あ、はい、じっくりカメラマンさんの要望にお答えしながら顔の角度や目線、あと光源を使って撮影させていただきました。なんか1センチの差でかなりその撮れた写真の印象もだいぶ変わってですね、面白かったですね。なんかこう暗い背景に強い明かりの撮影だったんで、すごい自然とこうなんか考えるポーズが多かったんですけど、ちょっと探偵みたいな古畑みたいな感じがしました。私の中でちょっとミステリアスな写真っていう雰囲気が私の中で結構新しい価値観だったので、なんか今後の自分の撮影にも活かせたらいいなと思いました。本日はありがとうございました。